たせいたしました。本日は風下の会の、集まりにご参加いただきましてありがとうございます。司会進行を担当させていただきます佐藤健人と申します。よろしくお願いいたします。今日はですね、ドイツテレビ東京支局のプロデューサーである西里冬子さんを講師にお迎えしまして、原発震災事故取材の現場からドイツテレビ取材班とともにという演題でお話を伺っていこうと思います。これから約1時間西里さんにお話をしていただきまして、休憩を挟みまして質疑応答の時間を取らせていただきます。西里さんのご紹介をさせていただきます。西里冬子さんは1969年北海道大学卒業後、北海道放送に入社されました。その後オーストラリア放送へ転職された後、1977年に帰国して後 BBC、NBC などの海外メディアの日本取材のコーディネーターおよびインタビューアーをなどを務められました。2001年から現在のドイツテレビ東京支局の仕事をメインに幅広くご活躍をされています。本日は長年海外メディアに従事され、原爆被爆者問題や731部隊など戦争を題材とする番組も多く手掛けてきた西里さんに、日本のマスコミが報道していない原発震災事故の真相を、チェルノブイリ事故を体験したドイツとの比較をしながらお話していただこうと思います。それでは西里さん、どうぞよろしくお願いいたします。たくさん来ていただきましてありがとうございます。ちょっとパワーポイントを用意してきましたので、座ったまま失礼させていただきます。大丈夫ですか？大丈夫です。はい、はい。日本のメディアが伝えないというようなご紹介ございましたけれども、最初は最初はって普通は特に日本のメディアが伝えないとかそういうことを意識しているわけではなくて、淡々とドイツ向けに、日本の現実を伝えるという仕事を非常に日頃やっておりまして、事実上原発の事故が起こった時もそのような視点は変わらなかったんですが、結果的にどうも日本のメディアが伝えないことを伝えてくれてるというふうに受け止められて、この頃はものすごく反響をいただいているので、非常にプレッシャーにもなっております。それで3月13日なんですけれども、私は地震発生の時に八王子の自宅におりまして、ここに私どものボスであるヨハネス・ハノと申しますが、この方はですね、全く違う用事で東京に来ておりまして、当時 TBS の13階におりました。本当に運が強いというか、ジャーナリストとして揺れを体験したっていうことは、その後の取材や報道にも全く意味が違ってたと思いますので、本当に本人はどんなにか怖かったと思います。慣れてませんし、ドイツにはほとんど自信はない。それで私は電話も通じないし、なんとかそうですね、夕方6時ぐらいにもう事務所に行こうと思ってタクシーを2時間ぐらい待ってやっと乗れまして、で途中で京王線が回復したので、京王線に乗り、渋谷で銀座線に乗り換えで、青山1丁目から徒歩でTBS まで着いたのがちょうど23時50分ぐらいでした。でこの写真は普通、14日ぐらいに撮った写真で、今日も来てくれてますが、私の同僚のドイツ人の大坊里露さんが
すぐ洋素材を買いに行けと言われまして、それで買いに行ったんですが、全然洋素材というものは普通に売ってないってことが分かって、大量の海苔ですね、海苔とかわかめのインスタントスープとかそういうのをたくさん買ってきて、みんなでこれ海苔を食べてる、そういうシーンです。かなりもうすでにこの時から緊迫感を持っていました。それで実はその時何が起こっていたのかというと、もう津波が襲い、そして1号機から3号機までは全交流電源喪失で、翌日の14時過ぎにはその経産省の保安院、中央審議、中央審議官ですか、ごめんなさい、中村審議官がその炉心余裕の可能性に言及をしていたと。そのせいか彼はもう外されてしまって、3月13日には西山さんってもうみんな見飽きるぐらい見たと思いますけれども、あの方に代わっていたということで、あの方は文化系の方のようなんですが、燃料棒の溶油ではなく被覆管の損傷であると。で結局メルトダウンという言葉を溶油と言ったり、それから損傷と言ったり、その日本語の意味がですね、正確に何なのか非常にちょっとわからないという、その広報独特の言葉遣いがあったと思いますね。そのあたりでどれだけのメディアの方がこう食い込んでいったのかというのもよく振り返ってみたら面白いのではないかと思います。それで14日には水素爆発が起こったということですね。でこれは大きなディスクを持っても24時間もしないうちにドイツテレビのレポーターが到着しました。それでここはですね、この私の同僚 の大堀ロさんとご主人、今日来ていただいてますけれど、のお宅のバルコニーですね。で今はですね、こんな風にして生放送ができちゃうという、そういうこれだけでもうドイツに向けて生放送をしておりました。でですね、もう3月12日ぐらいの段階でですね、いつでも脱出する準備をしなきゃいけないというふうにもう本部の方から言われました。ドイツテレビの本部はマインツにあるんですけれども、それで全員、東京支局の全員、家族も脱出する準備をしなければいけないと。その間大使館は在住のドイツの方に全部連絡を取って、とにかく東京から、南の方に、移動するか、本国あるいは国外に逃げた方がいいということを勧告されました。でお迎えの飛行機が来るというような話もあったんですけれども、結局その2、3号機の爆発の後ですね、大阪で、報道を続けるという指令が出たんですね。それでまあちょっとうちの家族のちょっとところだけ取り出したんですが、結果的には15日の13時50分の飛行機で羽田から大阪に移動したんですけれども、4人でですね。でこれを見ていただくと分かるんですが、実はそのもうすでに前日の段階で私どもの家族は全部香港に脱出できるように香港行きが取ってあったんですね。ただ大阪に行くことになりましたので大阪に出ますが、大阪からもごめんなさい、大阪からも、香港に出られるように二重に取ってるんですね。これも羽田ですから大阪の切符を予約しながら同時に香港に行く切符も予約してあると、こういう形でしばらくの間は毎日、
毎日更新するような形で全員の脱出路が確保されていたということで、飛行場に行くのに、まあ、交通渋滞が起こるかもしれないというようなことで、早め早めに車の気配とかそういうのをこう毎日やっていました。でこれはもう関空日光ホテルで、すぐ生放送できるようなセットアップをしました。ところがその投資で予約ができなくて、途中からそのハイアットリージェンシーの大阪の方に移るようなことになりました。でドイツテレビはもう一つ私どもはNHK にあたるようなテレビだけ の大きな会社なんですけど、もう一つ ARD っていうのがありまして、この ARD っていうところは大阪ヒルトンにそういうスタジオのようなものをセッティングしました。スイートルームをスタジオのようにセットしました。で、まあ、ドイツ人はその大げさだとか臆病だとか逃げたとか、その風評被害を煽っているというような、まあ、いろんな非難を受けたわけなんですけれども、やはり現状分析と捉え方が日本とはだいぶ違っていたということが言えると思います。やはりそのチェルノブイリが国民的なトラウマになっている、それからその国民には知らせないながら、日本は気象庁とかが、かなり地震のこととか風向きのこととかを全部国際的に、常日頃発信しているものをそのまま発信していたということで、専門家の分析から結局放射能の拡散というものについてある程度予想がついたんですね。それでもう事故直後からメルトダウンということをはっきりと意識していたということで、当然その自国民の脱出のようなことについて国として勧告を出したということで、大使館も大阪に移るということがありました。で大阪は3チーム次々にいろんなところから、応援部隊が飛んできまして、大阪3チームになりました。それで映像なんですが、被災地の映像はですね、NHK が非常に、まあ、優れた判断だったと思うんですが、ちょうどワールドサービスというのが始まった頃で、映像すべて1ヶ月の間世界中が使い放題という形に踏み切ったんですね。ですから直後から、映像はほとんど送らずにレポートだけを送っていました。で大阪3チームいたわけで、そして、まあ、具体的には、とにかく、まあ、100キロ、80キロ、そのぐらい近づいてはいけないと、放射能が非常に人体に害を及ぼすから、近づいちゃいけないと、そういうような状況でしたが、とにかく1時間おきぐらいに生放送の形でレポートを送っていて、まあ、ちょっと落ち着いた段階でですね、チーム大阪にいるチームも、まあ北の方の取材はできないんですが、大阪から何ができるかという話で、私がいろんなプランを立てて、敦賀原発、これは美浜のですけど、これは2004年にドイツテレビとして取材に行ったことがありまして、事故が起こったりしましたので、その時のこの写真なんですが、やっぱりこの風光明媚なこういう海水浴場にこう原発が見えるっていうことは、やはりちょっと異様なことであるというふうに、まあ、ドイツ人は捉えていましたね。で実はその私の家族なんですが、大阪に一緒に当然じゃないかみたいな感じで来まして、うちの夫はまあセミリタイアのような状態だったんですが、まあ、ちょっと英語もできるし大阪人だし、
ドライブもできあのカメのドライビングもできるということで、彼は急遽あのドライバーをやり、うちの娘はちょっとだけ英語ができるということで、まあ、助手みたいな感じで、あの大吾さんのご主人は、まあ、ドイツに長くいらしてドイツ語が堪能ということで、もうみんなこういう形でチームに組み込まれ、総勢に12人というチームで、24時間体制で、やっておりました。でどんな ところへ行ったかって、先ほど敦賀の話をしましたが、まあ、その時も文殊の、まあ、取材もしてきました。それからそのだ誰がどこから見つけてきたのか分かんないんですけれど、その妊娠中の姉をエスコートするために休暇を取ろうとしたら解雇された京都の男性というのがおりまして、まあ、東京のある民放局の方だったんですけれど、その方の取材をしたりですね、あとまあ大阪なら小出先生だろうということで小出先生のインタビューをさせていただいたり、あと上関原発ですね、そちらにも取材にあのセットアップだけしか しなくて、当時私はもうとにかくあの寝る時間がないぐらいに ある時とうとうなんか意識不明になってあの寝てしまいましたけれども、頑張ってたのであの現場にはほとんど出られませんでした。それで3月22日にとうとう大阪から2チームを被災地に送り出すことができました。これはその緊急車両ステッカーっていうのが警察からもらわなくちゃいけないんですけど、まあいけないっていけなもらわなくてももちろんあれですが、このステッカーがあれば高速に乗ることができる。一般車はあの高速に乗ることが当時できなかったわけなんですね。で高速に乗ればなんとかガソリンも買える状態にありましたので、もうそれが必須で、 あとレンタカー2台、あと食料、水、ガソリン、それから通訳ができる人の手配とか、まあ、それができない限り出かけてももうどうしようもないというようなことでしたので、そのセットアップに非常に時間がかかりました。で映像はもうロイターとNHK ということで大阪からはやっておりました。それでまあ被災地のレポートで大変なのは、その結局ある意味での社名ということで、その50キロまあもっとですね、感覚としてはとにかく近づかない、それからホテルがない、雪と寒さの季節で、その ARD はですね、その遠野っていうところのペンションに陣取ってずっとおりましたね。それからもちろん電話もなかなか通じないので事前のアポが取れないということなんですね。でも外国人ですので、西も東もわからないっていうことで、なんとか日本人のドライバーはいますが、その短い時間に、何らかの取材をするっていうことが大変なんで、私はもう大阪からリモートコントロールでいろんな形でやりましたが、とにかくホテルっていうのは取れなかったですね。ですから多分一泊は車の中が、まあ、その時差が7時間ありますので、どうしてもレポートを送るのが夜中になってしまうので、まあ、ホテルの部屋があっても寝られないというようなことだったので、そういう形だと思います。それで当時のことをこのヨハネス・ハノーはこの本に出しています。日本の災害、福島とその後というタイトルなんですが、これは3月11日から15日までを、まあ、毎日どんなことがあった、それから16日から18日まで大阪、それからあとはその東北に行った山形、南三陸、気仙沼、東京ということで、まあ、ハノー記者は中国の北京の方におりまして、北京総局長という形で、大地震ありましたよね。その取材もされているので、まあ、地震の取材ということでは慣れているという言い方はおかしいんですけれども、ある程度 の覚悟はあったと思いますが、それでもやはりこの、まあ、震災からそうですね、10日後ぐらいの南三陸に入ったということで、
庄内空港に飛びまして、そこから車で車は1日以上前に現地に東京から入って迎えに行くというような形でやりましたけれど、南三陸ではやはり遺体の匂いがしたというふうに彼は言ってましたね。それで、私どもは一部のスタッフを大阪に残して東京に3月16日戻りました。でも私は家にも帰れず赤坂のホテルに直行でした。でその間にドイツでどういうことが起こっていたかと言いますとですね、これは3月27日私が帰った次の日に銀座でデモがあったんですが、いつもは30人ぐらいのデモで、反核のデモを毎週日曜日のようにやって、毎月1回ですかやっていたグループがもう今日はすごいと1200人だっていうふうに言ってたんですけど、その間にドイツの方では25万人のデモ、緑の党の選挙での躍進、そしてメルケル首相の英断で17基の原発を止め、それから2022年までに脱原発を達成するという英断が決まってしまったということなんですよね。それで何が違うのかということをちょっと分析してみたんですけれども、やはり脱原発を決めるのにはその4つの要素があったということが言われていますね。この市民の民意ってこと、それからその政治の力、緑の党が政治の中で脱原発に向けて、主張したということ、それから教育ですね、放射能とはどういうものであるか、それから核廃棄物の危険性と未来への責任、その半減期までに1万年もかかるようなそういう物質を今その次の世代どころの話ではなく何世代先まで残していいのかというそういうことですよね。それからメディア、これはそのメディアが民意と共にあるということ、それから真実の追求ということですね。そういう4つぐらいの要素が全部集まってああいう結論に至ったという。日本の場合はどうであるかというと、この市民の民意という意味では民意は今本当に盛り上がってきていると思うんですけれども、その愚民視していると、パニックを避けるという理由で情報が与えられないと、パニックしても逃げなきゃいけないの時は逃げなきゃいけないんだと思うんですけれども、パニックを避けることが大事だという判断をされてしまうわけですね。それから政治は経済優先、それから政治家はその言われのない特権意識というのがあるように思いますね。それから教育なんですが、この平和利用、原子力の平和利用はいいことで、原爆は悪いという、まずそれが徹底して日本人の意識の中にあると思いますね。それでそのプルトニウムみたいのもその平和利用であるから、プルト君みたいなそういうアニメですか、そういうのでプルト君というなんか親しみのあるキャラクターにしてしまっている。で皆さんちょっとプルト君というのを今度見てみてください。事故を、放射能漏れの事故をおならみたいなものでこう例えて、ちょっと迷惑かけちゃうけどその場限りですぐ消えて匂いもなくなるからみたいな、そんな説明をしてるわけなんですね。これもドイツテレビで、今東京にいるマーティン・ニーセンという特派員がいるんですが、彼が東京から、ドイツに向けてそのプルト君というこういう漫画を子どもたちに教えているんだということを報道しています。であとはその福島の、健康アドバイザー、福島医科大学の山下先生はニコニコしていれば放射能による健康被害は起こらないと、そういうなんか
っていうようなことを福島県各地で講演したということですね。それからそのメディアの問題なんですが、その何かその圧力がかかって最初からこういうことを言っちゃいけないというようなことはさすがにないだと思うんですが、やはり自己規制がものすごくかかるという現実にあると思いますね。で、なんていうか目に見えない形の政治的圧力、それはその政治の方から直接来るんじゃなくて、やっぱり社内的なものっていうのがあるんだと思うんですね。それから記者クラブ制度により自覚なく支配されている。海外メディアが日本で取材する場合に、その記者クラブというものが非常に立ちはだかるような形になっているわけなんですよね。民主党政権になってから画期的に開かれてきたとは思っています。今一歩やはり記者クラブという意味ではありますが、このやはり一人一人の記者が自己規制するというところにやはり問題があると思うんですね。ただもちろん、自分の思想を前面に出すとか自分の主張を出すとかいうことはそのプロの仕事としてはちょっとおかしいので、そういう意味での自己規制っていうのはどの国のメディアでも十分あり得ることだとは思うんですけれども、やはり国民ではなく別の方の圧力でメディアが動かされるっていうところがやはり問題じゃないかなと思います。それでこの間私はその Twitter というストリーム非常に自分自身にも、それから、日本の社会にも大きなインパクトを与えたと思いますね。やってらっしゃる方には当たり前のことなんだと思うんですけれども、規制の知るメディアなんですけれども、やはりいつも私自身もフラストレーションを覚えるのは、例えば今日のようなイベント、1時間半のイベントをやっぱり30秒ぐらいのニュースになってしまうわけですよね。1日中起こったことでも1分ぐらいのニュースになってしまうという。それが非常にどうなのかなというふうにいつも感じながらこの仕事をしておりますね。やはりこれはメディアがメディアの立場で事実や事象を切り取りまとめるという形になってしまって、どうしてもその偏見とか誤解っていうのが表面化することが往々にしてありますね。それは取材された側がとても強く感じることだと思いますね。で、ユーストリームっていうのはその頭から終わりまでありのままを、何かアクシデントがあってもそのまま中継するという、ある意味では怖いところもありますけれども、後に録画を放映して受け手が好きな時に好きな部分を見る、あるいは飛ばす、あるいは繰り返し見るっていう、そういう受け手側に非常に自由になるメディアであるということですね。それから私は Facebook っていうのはちょっとやってないんですけれど、 Twitter というのは言葉の力で誰でもが情報、意見、感情を送り手として担えるということですね。それから送り手と受け手が対話できる、それから時によってはその立場が逆転する、それからデスクや編集者というような干渉の入らない直接的なコミュニケーションである、ミニコミュニケーションでありマスコミュニケーションでもあるわけですよね。それからメディアとしてはアマチュアなんですけれど、いろんな意味でカメラワークとか機材とか、それにはいろんなアマチュア的なものがあるんですけれども、今その日本のカメラは本当に性能が良くて画質的にはあまり劣らないんじゃないかということも言えると思いますね。それと事実の伝達ということであるならば、プロでなくてもいいんじゃないかということも言えると思います。
それであのドイツ人と仕事をしていてあの言われることなんですが、まず日本人は我慢強いと、ドイツならもう暴動になってると、まあ、いろんな意味でこの原発をめぐる原発事故をめぐる、まあ、津波のこともありますが、特にやはりこの原発事故をめぐるいろいろな事象についてどうしてこんなにおとなしくしてられるんだということを、まあ、あのドイツ人によく言われました。それからその東電トップ、政権トップがこの時点でまだその地位にとどまっていることが信じられない、ドイツならすぐにも全員辞任か強制退任、後任者たちも有効な策を実行できなければ何度でも入れ替える、あの菅首相は、東電が引き上げると言った時にあの劣化のごとく起こっていけないと、とどまれというふうに言ったみたいなんですけれども、あのハノー記者がメルケルさんとお話しすることがあって、あなたならどうしましたかというふうに聞いたらしいんですけれど、その時メルケルさんは、直ちに政府主導で事態に当たると、だからあの電力会社はあの全ての権限を取り上げ、実質的な仕事、現場の人間をあのそのまま続けて収束に当たらせ、決定は政府がする、全ての采配は政府が振る、直接的に振る、そういう体制を作るというふうに言ったらしいですね。ですからあの菅首相はもしかしたらあの時で良い、いいと、東電はもうあの東電の幹部は全部引きなさいと、そこであの新しいチーム専門家を作って、そして東電の現場の人がその人たちの下で働くというような体制を作るのが良かったのかもまあ知れないと思いますね。それからこれだけの数の物理的精神的被害者が出ているのに誰一人として刑事責任に問われないのは不可解だと、そういうことを言われました。それからその世界有数の技術大国、科学大国でなぜこのような事故が起こったのか信じられない、やはりあの地震予知という問題ではあの日本は本当にまああの突出して、いろいろな研究が進んでいるわけですね。ただその予知ということにあのお金をかけすぎたんじゃないか、それよりも起こった時の、ミティゲーションといいますか、被害をどれだけ最小に食い止めるかというそういうようなことが一番大切だったんじゃないかというふうに私はずっと前から思ってましたし、今でもそれは言えると思いますね。それであの例えばですが、この、防災科学技術研究所ってあの筑波にあるんですけれども、この研究はここはあの本当に地震の研究ではあの世界のトップを言っていまして、あのちょっと調べていただければすぐ分かるんですけれども、このハザードステーションというのがあって、あの1分じゃないな、10秒ぐらい前ですか、あの個人の方もあのこれから地震が来るっていうのがあの携帯に入ってくるようなそういうものもあのダウンロードできたり、それから、いろんなあの情報が流れてるんですね。で一番あの皆さんに分かりやすいのはあの確率論的地震予測地図というのがあのインターネットでも見ておりまして、これはあの30年以内に各地に地震、震度6弱以上の揺れに見舞われる確率を地図として示している、これはあの活断層と一緒に、そういう予測をした地図が色分けしてあるもので、私はあの2005年にやはりあのメガディザスターというドイツの番組の仕事をしたんですけれど、その時にあのこのハザード地図をあの手に入れて、それを見てみるとですね、三陸沖っていうのはその30年以内2005年の時点ですね、震度6弱以上の揺れに見舞われる可能性は 99% って書いてあるんですよね。そしてそれは津波地震の可能性もあるということもはっきりその地図に書いてあるんですね。ですからあの言いたいことはその
学者の優れた研究っていうのはなぜその原発の安全性というものに生かされないのかっていう連携ができてないってことですね。優れた科学技術、ロボットも放射能の高いところの内部で仕事をするためのロボットっていうのが随分前にできたらしいんですけれども、その記者発表のような時に、地震電力会社の人が誰も来なかったと。その時にはその電力会社はこういうものを見に行くとまるで事故が起こるような事故が起こることを心配しているように世間に思われるんで、そういうものは行かない方がいいという判断があったということで、そのロボットは結局その後予算が下りずにある程度完成したものが放置された状態にあったので、3.11 の時に、その使えるロボットがなかったと。でアメリカから、随分何ヶ月か経ってからアメリカからロボットが入ったというそういう事情があるわけですね。ですからどんなに優れた研究も利用されなければ何もならないというそういうことですね。それで私は原発に近づく取材はいけないと言われていたんですけれども、4月6日に、福島55キロくらいですね、福島市で、占領計がもう毎日のように占領が発表されるような段階になっていて、だいたい 0.8 から 0.9、 これでも非常に高いわけですけれども、年齢的にもあまり心配しなくていいというふうに自分で思っていましたし、ハノーさんに行きましょうと、福島に取材に行きませんかということで、4月6日に、日帰りにしようというようなことで行ったんですけれども、いろいろ計算すると、1泊ぐらい大丈夫だろうということで、その時に一泊することになったんですね。それでその放射能汚染被害者の肉声というのを初めて聞いたわけなんですけれど、例えばですね、駅前で本当に短いスカートの高校生ですね、制服なんですけど短い、もう心配になるぐらいの短いスカートを履いていた3人ぐらいの高校生だったと思うんですけれど、本当にその当初、自宅待機というようなことで学校もお休みになって外に出るなというようなことがあったらしくて、本当に怯えてました。そしてそのちゃんと自分たちは結婚ができるのか、自分たちが産む子供はちゃんとした子供が生まれてくるのか、そういうことを心配して本当にもう胸が疲れる思いでした。それから避難所を1か所行ったんですが、そこに妊婦さんがいらしたんですね。で妊婦さんは原町という南相馬 のところに住んでいたようで、ご主人は東電の火力発電所に働いているということで、ご主人と離れ離れになって彼女は避難してたわけなんですけれども、何箇所も転々として、そして妊婦さんなので比較的、暖房もあって個室で眠れるっていうようなそういうその避難所に入れることができたみたいなんですけれども、3歳ぐらいの男の子も一緒で、それでお母さんとかも一緒だったんですけれども、原町は低いんだと、占領が出したことないんだから戻りたいということをねずっと言ってましたね。それで自分の、お腹にいる赤ちゃんはその、3.11 の前に宿った子供なので大丈夫だろうと、あまり心配してないっていう、自分に聞かせるように言ってましたね。ただこれからそのどうするんだろうと、
産気づいてきたりなんかしたら、その避難所からちゃんと無事に産院に行けるのかとか、なんか本当になんか言葉をかけられないぐらいに、なんというか本当にそんな気持ちでしたね。それからその避難所の職員の方がですね、その子どもたちにその土に触っちゃいけない、草を摘んじゃいけない、地面に入っている野原に入ったら花を摘んじゃいけない、そういうふうにしてこれから暮らさなきゃいけないんだとしたら、そのどうやって子どもに子どもを育てていったらいいのかっていうことを盛んに言っていました。それも本当に身につまされるようなお話でしたよね。それでそこの避難所は結構お年寄りの方もいたんですけれども、やはり取材に来たっていうことに対して、まあ、あまりそのいい気持ちを持っていない方がだんだんこうちょっと夜になってきて、お酒を飲んでなんてちょっと絡むような形になってきたんですけれども、何を言ったかというと、これから明日その自分の仲間でこの避難所にいる人がその決死の覚悟で原発に行くんだと、働きに行くんだと、その気持ちが分かるかみたいな、そんな話でしたね。それでその日は、まあ、福島市内なかなか泊まれるところがなくて、やはりいろんな関係者が入ってて、なんとか使えるホテルとかもいっぱいだったんですよね。それでちょっと市の方に伺って飯坂温泉っていうところで泊まったんですけど、その日が最大級の余震があった日で、8階にいたんですけれど、やっぱりなんかもうジャンプするような感じで、それで天井が落ちてくるか床が落ちるかっていうようなふうに思ったんですけれども、まあなんとか無事で、私のボスのハノーさんはちょうど外で中継の準備をしてたんですね。まだ寒かったんですけど、で本当にびっくりしたらしくって、シッとか言いながらエレベーターも止まってますので駆け上がって夫婦行って8階の部屋に飛び込んできて、それでカメラを撮りに来たんですね、中継するために。でもなんか靴のまんまダダダダって入ってきたんですよ、部屋に。でちょっと靴履いてるんですけどって言ったんですけど、もう構うもんかみたいな感じで、やはり日本人じゃないんでどんなに怖いかと思いますね、その地震の時。私たちはある程度まあ大丈夫だろうっていう感覚があるんですけれど、向こうの方はその後どうなるのかってことがわからないんで非常に怖いんじゃないかと思います。それで私はその後NHK の汚染地図っていうドキュメンタリー、 N 特の七沢さんという方が作った、それをテレビで見たんですね。それで本当にちょっと号泣してしまったんですけど、ちょっと今日もちょっと心配なんですが、やはり飯舘村の若者が自分は避難はしたくないと、普通に結婚して普通に子供を育てて、自分は農業をして子供が幼稚園に行ってお迎えに行ってっていう、そういう生活をしたかったんだっていうふうにお母さんに言うシーンがあって、もうちょっとそれを見てすごいもう私も泣いてしまって、それでとにかく取材に行こうというふうに思ったんですね。それでやはりドイツテレビとしては飯舘村とんでもないというようなことがありましたので、ちょっと私はその北京のハノさんに電話をして、休暇が欲しいと、私は飯舘村にジャーナリストとして入りたいので休暇が欲しいと、ついては占領系とそれから
防御服を使わせてほしいっていうふうに電話をしたんですね。そしたらそのハノさんが、飯舘村に行くなら自分も行くよ、取材に行くって一緒に連れてってくれって言うんで、いいですよって、でもカメラマンはどうするんですかって言ったら、今59歳 の、 私どもの同僚のカメラマン、東京のカメラマン、トビー・マーシャルって言うんですけど、が絶対行くって言うだろうって言うんで、分かりましたってことで彼に聞いたら、行くよっていうことなんで3人で行くことにしたんですね。で、当時ですね、5月29日、結局その全村避難という指令が出たわけなんですよね。で、緊急時避難区域というふうにこの飯舘村はなったわけなんですね。緊急時はもう過ぎちゃってから緊急時避難区域になって、風向きで非常に汚染が進んでいるということを汚染されてから知らされて、全村避難ということが命令が出たわけなんですよね。それで、まあ、この5月は31日までありますけれど、私たちはこうもう本当のギリギリの2930に飯舘村に入ったわけです。で、この地域は今はどうなっているかというと、今年になってからその緊急時避難区域というのは解除されまして、計画的避難区域でも名前が変わったわけですね。それでこの30キロ圏というところが、帰っていいというところになって、20キロ圏が、警戒区域ということになったわけなんですね。これが果たして正しいあり方なのかどうかというの問題があると思いますが、今はこういう状態になっています。それでまず飯舘村に着きましたが、この電光線量計ですね、これは役場前なんですけれど、この電光計ができたばっかりで、それでちょっとこの電光計を写しに行ったんですが、 9.66 だったんですね。 9.66 マイクロシーベルトですけれども、それでこの写真を撮ったんですけれども、もっともっと高いところは飯舘村はありました。今も除染が進んでますから、どうなのか、この除染っていうのも要するに水で流すので、放射能というのは消えるわけではありませんので、線量計の周りをこう今はすごいきれいにしてるらしくて、そうすると数値が下がるのは当たり前なんですね。で、それを発表してるんで、除染がうまくいって線量が下がったというふうに思われてるということなんですよね。それで私どもは、たまたまこの役場の前で市会議員の女性の方、ピンク の、 ワンピースかツーピースを着た女性の方に会いまして、今日はどういうことでいらっしゃるんですかと聞いたら、その飯舘中学校でミニコンサートがあるんで来ましたってことで行ったんですね。そうするとこの中学校はもうやはり中学生なんで、早々と避難して、もう誰もいない中学校なんですけれども、この沢田千佳子さんって皆さんご存知ですかね、会いたいっていう曲がヒットした歌手の方なんですけれども、その方が前この中学校に学校祭かなんかの時に呼ばれてコンサートをされたことがあったらしくて、心配して音楽の授業みたいな形でミニコンサートをやろうということで、この高校生、今はもう高校生になっている当時沢田さんを呼んだ生徒会の役員の人たちが、もう本当に久しぶりにその自分の卒業した学校に帰ってきたんですね。で、飯舘は高校ももちろんあるわけなんですけれども、もうその若者たち、子どもたちは
この時点では全て避難してしまって、もう彼ら久しぶりに帰ってきたという、そういうあの、シーンだったわけです。でちょっとあの当時あの取材したあの映像がもうちょっと手に入りませんので、私自身が撮ったあの映像をちょっとあのお見せしたいと思います。やっぱりこのふるさとっていう歌、あの昔から知ってますけれど、ちょっとこのシーンであの歌うと、もう本当になんていうか言葉がないという感じですよね。あのここに後ろでカメラ撮ってるのは村長さんなんですけど、村長さんもなんかちょっと癒されたいというような気持ちもあったのか、ここに駆けつけていました。後ろの方でも号泣しているあの女性の方とかいまして、でこの学校も本当になんていうか小綺麗っていうか綺麗な学校なんですけど、もうこの部屋以外は誰もいないという本当に。この、 あの子たちは、成人式には会いたいというこういうあの寄せ書きをしていたんですけれども、この人子たちはだいたい17歳ぐらいですか。ですからあの3年後ぐらいに会いたいということなんですが、本当に戻ってこれるのかというあの現実問題としてですね、非常にあの疑問ということですね。それであの飯舘村には他にあの長谷川牧場と田中牧場というあの2人の酪農家のお宅に、取材させてもらいました。もう本当にあの全村避難のあの期限ギリギリということでですね、あの避難しなければいけないということで、そのとてもあの飯舘村っていうのはあの日本で一番美しい村っていうふうにあの投票で1位になったこともあるような村で、あのみんな意識がすごく高いんですね。酪農家もあの非常に酪農が好きでやってるという、この方にもあの息子さんいるんですけれど、あの2人いるんですけれども、あの1人はあの調理師の免許を取ってあの料理人やってたらしいんですけれど、やっぱり親父の後を継ぎたいってことであの戻ってきてるんですね。それでその赤ホルシュタインっていう、ホルシュタインの中でもあの赤いあのそういうのをあの買って、これは自分が育てるみたいな感じで、その今農業を継ぐ人がなかなかいない中、あの親父がやってる酪農は自分もやりたいということ でこの田中さんっていう方はあの東京出身の方で、もう動物が好きで、本当に動物が好きで、何かその動物の仕事をしたいってことで酪農大学に行ってカナダに1年留学して、それから日本中
どこがいいだろうってことを探して、そして牧場で修行をして、飯舘村だっていうことで自分で土地を買って、そして今40歳なんですけれど、やっとその牧場を開いて10年というところで、独身ですし、ちょっとその素敵な方なんで、これからまあ結婚もしようっていうような、本当に充実した、そういう時にもう青天の霹靂ですよね。こういうことになってしまったわけなんです。それでこの田中さんはですね、この日に最後の10頭を引き取ってもらうので、お別れの日だったんですね。それでちょうど雨が降ってまして、なんていうか、雨が降ってたので、まあ、ちょっと涙を隠してくれるっていうような、そういう状況でした。で、ちょっと私が撮った映像がありますので、これはハノーさんが地図で汚染の状況とか、それから飯舘村の場所ですね、それを説明してもらっています。この方は この方のお父さんは米農家だったんですけれど、自分で酪農をやろうっていうことで本当に勉強して、そしてかなり成功していたということが言えると思いますね。で、その毎日売れないミルクを絞って、そして捨てていました。これはちょっとハノさんのインタビューで、ちょっと英語ですけど通訳が入ってますので聞きたいですね。
この方は、今、本当はすごく立派な日本家屋、本当にちょっと写真に撮りたくなるような日本家屋に住んでらっしゃって、あそこの建物のすぐ外側にあるんですけど、そして綺麗な松が前にあって、まあ本当に外国人なら写真に撮りたいようなそういうお家に住んでらっしゃったんですけど、今避難所に伊達の狭い狭い避難所に住んで、8人家族一緒に住んでたんですけど、もう二度と一緒には住めないだろうってことで、息子さん夫婦は小さい子がいますので、福島市内のアパートを借りてて、そして独身の息子さんは一人でアパートに住んで、今4人で年取ったお父さんお母さん、この時は千葉の方に避難させてたんですけど、で彼はもう本当に農家、酪農家そのものなんですけれど、こういう本を書かれました。原発にふるさとを奪われてっていう、そして今全国で講演旅行なんかしてます。もうそんなことを自分がやるようになるってことがもう考えも及ばなかったと言ってますけれど、でドイツにも呼ばれて行ってらしたっていうことです。で田中さんはですね、この日最後の牛を今牛が嫌がってるんで雨の中押してるんですけど、私には田中さんは押してないように見えるんですよね。牛が嫌がってるんでここにいろよみたいにして押さえてるみたいに見えるんですよね。本当につらかったです。私がすごくつらかったんで、彼はどれほどつらかったかと思いますね。ただこの牛たちはこのままもらわれていったので大丈夫、殺されないんですけれど、それより10日ぐらい前に手放した牛はみんな屠殺されたということで、彼はもうその日は物も食べられないし物も言えなかったっていうことなんですよね。で私ちょっとこれインタビューさせてもらったんですけど、まあ、最初ちょっとなんか直接的にあまり言えなくて、なんかちょっと関係ない話から入ったんで、
さんがその仕事として割り切って動物好きだからってやってるわけじゃないんだっておっしゃったと言ってましたけど、でもやっぱり何ていうのか情はもう十分しちゃうわけですよね。田中さんは本当にその後も何度か連絡取り合ってますけど、人生をもう本当に一瞬になくされたというか、そういうことなんで、よく耐えていると思いますね。悲劇っていうのはその劇なわけなんですけど、やはりもう飯舘の場合は劇はフィクションなわけですけど、その劇作家がとても思いつかないような悲劇だというふうに思いましたね。それでですね、飯舘村で、3本のレポートを送りましたね。3本目はスクリーニングセンターっていうのがあって、そちらの方、川俣町というところをちょっと取材させてもらったんですけど、やっぱりその自分の体が心配だっていうことで、その体の線量を測ってくれとか、子供を連れてきたりとか、あとそのなんか半べそのおじいさんが、おじいさんって言っても60歳代ぐらいの人、半べその方がいて、どうしたんですかみたいに聞いたら、結局避難しろと言われているんですけれども、自分の仕事は南相馬であると、だから飯舘村から通うのが結構遠いし、それ以上遠くに行くと通えないってことなんですね。ところがその病気のお母さんが施設に入ってて、そのお母さんをまた引き取ってもらえるところを探すのが大変だってことで、もう自分はどうしていいかわからないっていう、そういう感じで、もう本当に半べそでしたね。それで帰ってきたらですね、今度は本社の方から、私冬子って言うんですけど、冬子とトビとヨハネスは私のボス3人は東京から北にもう行っちゃいけないというふうに言われたんですよね。それでやっぱりちょっと金を破ったのがいけなかったのかなと思いましたら、それから間もなくそのドイツ軍施設での放射能防御セミナーに参加しなさいというふうに言われて、ミュンヘンの郊外なんですけれど、トビー・マーシャルというカメラマンと私と
あとはこれから東京勤務になるっていう若いレポーター、とかエディターカッターですねとかそれからARD っていうもう一つのドイツテレビの人たちとか総勢全部でかなりいましたね。このぐらいの人たちが、セミナーをやってくれました。あ、はい。それでいろんなその放射線とはどういう性格があるのかとかなんですけど、その私はあまりドイツ語ができないし、このトビーはアメリカ人なので、この私とトビーの2人だけのためにこの方は通訳なんですけど、通訳をつけてくれました。でいろんな実際にその占領系の読み方とかですね、訓練をして、こういうのをどういうふうに装着するか、ピシッとどういうふうにするかとか、いろんな講習を受けました。風向きのこととか、それでドイツの基準なんですけど、これは上限20ミリシーベルト、これはこういう教官ですね、この放射線防御、これは原子爆弾、ヌークリアウォー、 NBC とか ABC、 ABC はアトミックボンですね、 A の場合はそういう時に戦場でどうしたらいいかっていう、こういう訓練をする教官とか、そういう人は最高で20ミリシーベルト1年間ですね。で、私たちのような汚染地区で働くジャーナリストは6ミリシーベルト、中間的ですね。一般人は何人もその1ミリシーベルト以上のところにいてはいけないというふうになっているところなんです。休憩にしたいと思います。何分ぐらいですか？この会場9時には撤収まで済ませないといけないので、全体で大体40分頃までにちょっと終わらせられるために5分ほど休憩を入れて、また続きを、はい、そんな感じでよろしくお願いいたします。で、お手洗いなんですけど、ドイツテレビの 番組用意したんですけど、 NHK のも一つありますが、ちょっと2つだけにしたいと思います。それでこのフロンタル21っていうのと、それからこの一番最近ので2つ、あとはこの福島の嘘っていうのは YouTube に上がって字幕もついてますので、どうぞご覧になってください。字幕どうぞご覧になってください。Seien weit außerhalb der 20 bis 30 Kilometer Sperrzone.
daher nicht notwendig. Sind sie sehr wohl, sagt der Physiker der Bürgerinitiative. Denn alle Produkte seien stark kontaminiert, vor allem mit Cäsium-137. Wenn ich diese Werte sehe, erklärt er, würde ich sagen, sie leben an einem Ort, der unbedingt evakuiert werden müsste. Herr Osawas Kartoffeln sind keine Ausnahme. In Shiitake-Pilzen aus der Stadt Date, mehr als 60 Kilometer von der Reaktorruine entfernt, wissen die ehrenamtlichen Tester eine Belastung von 7000 Becquerel pro Kilo nach. Der Grenzwert liegt bei 500. Das ist Atommüll, aber kein Nahrungsmittel. Zuständig für die Kontrolle landwirtschaftlicher Produkte ist offiziell die Lebensmittelprüfstelle der Präfektur Fukushima. Doch die ist völlig überfordert. Für flächendeckende Messungen fehlt es an allem, an Konzepten, Geräten, Mitarbeitern. Wenn uns Bürger Proben zur Untersuchung bringen, müssen wir das ablehnen. Wir als Behörde der Präfektur nehmen ihr eigene Proben und erstellen unsere eigenen Gutachten. Aber selbst das ist eigentlich schon mehr, als wir mit unserem Personal leisten können. Wenn wir dann noch Proben von Bürgern annehmen würden, könnten wir unsere Aufgabe als zuständige Behörde nicht mehr wahrnehmen. So langsam dämmert es selbst den duldsamen Japanern, dass sie ein Problem mit radioaktiv belasteten Nahrungsmitteln haben. Erst Gemüse, Tee, zuletzt Rindfleisch. Und wie reagiert TEPCO, die Betreiberfirma des havarierten Meilers, darauf? Im Grunde wie immer in den vergangenen Monaten. Ausweichend, nichtssagend, nicht zuständig. Wir überwachen hauptsächlich das Kraftwerksgelände. Die nationalen bzw. lokalen Behörden sind für Messungen außerhalb zuständig. Dabei assistieren wir nur. Darum können wir deren Messungen auch nicht kommentieren. Der eigens für die Bewältigung der nuklearen Katastrophe ernannte Minister indes wirkt reichlich hilflos, als Frontal 21 ihn auf die Testergebnisse von Bauer Osawa anspricht. Minutenlang wälzen Vertreter von Japans Atomaufsicht, TEPCO und all die anderen aus dem Nationalen. Also, 後ろ姿の方がマーティン・ニーセンという今の特派員ですね、東京特派員。Noch jeden
Nuklearskandal Japans vertuscht oder zumindest kleingeredet hat. Und weil es um ein Milliardengeschäft geht, es auch diesmal probiert. Das hat Herr Osawa im wahrsten Sinne des Wortes am eigenen Leib erlebt. Ich wollte meinen Körper auf Strahlenbelastung testen lassen, aber die Universität von Fukushima hat das abgelehnt. Man teste Wellenwirke. Und ein Freund von mir hat in einer Nachbarpräfektur angefragt, aber die haben ihm gesagt, der Gouverneur von Fukushima habe sie angewiesen, keine Bürger aus Fukushima zu untersuchen. Eine solche Anweisung habe es nie gegeben, teilte die Behörde mit. Herr Osawa indes wird seinen Beruf aufgeben müssen. Direkt am Haus misst er mehr als 90 Mikrosievert pro Stunde. Damit erhält er in nur 9 Tagen eine Strahlendosis, die als Jahresgrenzwert für Mitarbeiter deutscher Kernkraftwerke gilt. Und das 80 Kilometer vom Katastrophenreaktor entfernt. Was wir hier haben, ist eine Katastrophe jenseits der Vorstellungskraft. Vom ersten Tag an war ziemlich klar, dass die Situation hier vollständig außer Kontrolle ist. Niemand weiß damit umzugehen und es gibt auch keine einfachen Antworten. Ich denke, dass wir es hier letztendlich mit der größten Katastrophe der Menschheitsgeschichte zu tun haben. Die Menschen von Fukushima pflanzen derweil überall Sonnenblumen. Es heißt, sie filterten Radioaktivität aus dem Boden. この大沢さんという方の後日談なんですけれど、彼はついにあのホールボディカウンターで、自分の体の放射能の汚染度を調べてもらったらしいんですが、数値が非常に悪かったということで、非常にあのショックを受けていたということです。ただまたあの東電との交渉なんかを取材に行って、その番組をあのドイツに流したんですね。それをまたあのお送りしたら、またそこでちょっと彼は元気になってくれたので、あのよかったなと思っています。それからあのもう一つ見ていただくのは、あの、一番最近、ちょうど大井原発の、 あの直前、あの大井原発がどうなるか、再稼働かっていうふうにあの言っていた時に、大阪に取材に行った時の、そしてあのそれと同時にあの4号炉、あの福島の4号炉が非常にあの心配、専門家の間でも心配されてますが、それを、まあ、報道陣に、解放した時に、我が社のカメラマンのトビー・マーシャルが中に入りましたので、その映像も一緒に入っています。これは良くないですね。これ音が出てないです。音がない。音がないですね。これどうした？じゃあちょっとあの映像を見ながら、あのお話ししたいと思いますが、あのこれ、4号炉はあの、使用済み燃料が4階5階の高いところにありまして、1350本という重さにすると非常な重さなわけですね。それにまたあの重機がありますので、建物があれだけ壊れていますから、あの大丈夫だっていうことで、あの、お見せして報道陣に公開したんですが、かえって心配になるっていうような映像だったんじゃないかと思います。それでまあこの大阪の方で、あのちょうど飯田さんがいらしてたので、あの飯田さんのインタビューを、まあ、なかなか時間を取るのも大変な方で、あのやっと取ることができたんですけれども、あの彼があの要するに一番大事なことは、大井原発をさ今稼働することによって、最終的には柏崎刈羽の原発の再開というところに持っていきたい、それが今政府、それからあのメガバンクですね、お金を貸している東電に、
あのメガバンクと政府 の、 あの、まあ、目的であるというふうにあの言っていました。ちょっとこれはあの激高して、この河合先生ってご存知かもしれませんけれども、あの彼が非常に激高して、このこっちにいるエネルギー庁の人にあのデタラメを言うなって怒ってるシーンなんですけれど、あの何がデタラメと言ってるのかというと、あの彼はあのもう安全であると、あの原発は、福島と同じようなあの怒っても炉心溶融には至らないと、そういうふうな説明で、しかもあの、地震だけがあの、津波だけがあの事故になった、あの震災、原発が事故に陥ったのは津波のせいだというふうに、あの調査委員会が報告書を出したというふうにあの言ったことに対して、彼はあのいい加減なことを言うなって言ってすごい怒ったんですね。あの地震の影響については今後あの調べる必要があるというふうに書いてあったはずなのにということですね。大阪 の、 あの最後の病院でしたけれども、あのやはりあそこはあの東住吉っていうところ の、 あの救急病院なんですけれど、あの区域ではあの救急病院は一つしかなくて、しかもあの2級3級ってなってるらしいんですけど、3級は例外的に扱うんだけど、2級のところは他のどんなあの地域とも同じで、計画停電になったら停電になってしまうと。そうするとあの非常用の電源もあるんだけれども、だいたい3時間か4時間しか持たないし、緊急のオペもできないし、救急患者を受け入れることもできないと。やはりこう脅されているような気がするというふうにあの院長先生はおっしゃってました。で、あの叱るべきところからあの取材を申し込んだんで、本当に心よくあの受け入れていただいて、あの非常に感謝しております。それではあの、質疑に時間がないので、はい、言ってですね、あのちょっと他の方の質問とも重なるかなと思いますね。こちらにさせていただこうと思うんですけど、日本のメディアの独立のためには何が大切でしょうかと、あのつまり、どのようにこの何て言うんですかね、福島の状況を伝えられないような状況をあのどうやってその日本のメディアが伝えるかとか、その独立のためには何が大切か、その自己規制なくあの伝えるようにあのなるためには何があの大切なのかというような質問をいただいております。どうなんでしょうね。やはりあの記者クラブ制度みたいなもので象徴されるような、その横並び の、 あのスクープっていうものを、まあ、お互いに規制し合うっていうような、そういうあの、体質みたいなものをなくするのはどうしたらいいのかっていうことですよね。やはり視聴者からの声も大切なんじゃないでしょうかね。ただ あまり視聴者の方を向いてないんですよね、日本のメディアっていうのは。視聴者のことよりもやっぱりスポンサーや政府の方を向いているんで、私もどうしたらいいか解決策っていうのはちょっと難しいですね。わかりました。ありがとうございます。じゃあ、あともう一つですね。ちょっと、チェルノブイリからの以降の意識の変化をもうちょっと詳しく知りたいという。あのですね、25年経ってるわけなんで、例えば5歳だった人は30歳になってる、10歳だった人は35歳になってるってことで、まあ国の一線にいる人たちが子どもの時の記憶なわけですよね。それはあれも食べちゃいけない、これも食べちゃいけない、水も気をつけて飲まなきゃいけないっていう、まあ、子ども心にものすごいプレッシャーがあったと思うんですね。インパクトがあったと思うんですね。
だからそのトラウマ、国民的トラウマっていう表現がぴったりするような状況にあると思うんですね、ドイツの場合。ですからまあ福島の事故が起こったということであれだけ早く反応したということが言えると思いますが、例えばですね、ミュンヘンのエリアですか、今でも野生のイノシシの肉を、市場に出すことが禁じられているんですね。それはどうしてかっていうと、イノシシっていうのはキノコを食べるんですよね。トリフューっていう高いフランスのキノコはイノシシ、豚を使って探し出しますよね。土を掘ってイノシシも豚ですから食べているんで、その肉とそれから野生のキノコっていうのが非常に汚染度が高いってことで今でも調査しているし、今でも放射能があるということで売ってはいけないっていうことになってるんですよね。そんな風に常に、どうですか、常に調べて食べ物、今まで全部比べてます、いつも私の同僚のこの会場でたった一人のドイツ人なんで、どうですか、その放射能の、すみません、ほとんど日本人分かってほしいことは今の問題、今回の問題はずっと細かいことまで毎日の食べ物を比べなくちゃ、今のチャーノブイリ近いに住んでる人たちも例えば客所に行っていろんな毎日の食べ物をまだ比べます、どのくらいベクレが入ってるとか、これも今食べた方がいい、そういうこと、そういう気持ち今でも25年の後でも毎日やってると日本人の方は今もなんとか昨日も読んでました、今年も福島育てるご飯、お米すぐ売りたい気持ちあるじゃないですか、本当にやっぱし食べ、ごめんなさい、比べられないと、ちゃんと分からないと、レーベリングちゃんとしないと、非常に食べられない方がいいです。そういうと、この問題はあともう短くても30年間、規模あっても30年間だと思います。これも今度あった方がいいのかな、どいつも見なくてもいいんですよ。すみません、急な、ありがとうございました。チェルノブイリについても日本の専門家とかも調査に行ってますが、彼らはそのなんていうんですかね、やはり過小評価の傾向にあると思いますね。個人的な、レベルで言っている方たちの言っていることと公の調査で言っていることがだいぶ離れ違うということもあると思いますし、あとやはり今本当にたくさん の, 健康被害、病気の子どもたちがいるという事実、これはやはり日本の未来なんだっていうことを考えなければならないじゃないかと思いますね。これから の, 膨大な数の病人をどうするんだっていう、そのことをしっかり見極めて行かなければならないと思いますね。ですから先ほどのような報道をすると、その今でも頑張って農業をやっているような人から抗議も来たんですね。YouTube にアップされてしまったので冗談じゃないと、頑張ってやっているのにと。でも数値ははっきり出てきますのでね、あと阿武隈川の汚染なんかも、私ども専門家、調査に当たった専門家の方から論文も手に入れてますが、もう口にできないような汚染です。阿武隈川、何百億ベクレルという、そういう数ですね。1日に海に注いだ、数値、セシウムですね。ですから風評被害というような言葉もありますが、風評被害というのは実際にはない
ところについて噂のようなものを、根拠のない噂が起きることは、まあ、風評被害と言えるんですが、事実だった場合、その事実を報道するっていうことは風評被害とは言えないんだと思うんですよね。ですからその辺のところがやはりさっきのメディアの話にもつながってくるんじゃないかと思います。どうもありがとうございました。ちょっとではもう時間になりましたので、本日はこれで申し訳ございません。この下の映像映像というか、タイトルを知ってくださいね。あ、はいはい、どうぞ。日本語で書いてあるのは、福島の嘘と、それから、福島原発事故その後っていうのは、YouTube に上がってますので、赤い字の裏の方みたいですか。え、これ裏の映像、あ、裏の映像、すいません、はい、これも上がってます。NHK のこれも YouTube に上がってますので、短いドイツのレポートと、その後はハノさんのインタビュー英語でされたのを、ちゃんと日本人でも分かるようになっています。すいません、ありがとうございました。西田さん、長い時間ありがとうございました。それでちょっと次回